どうも、ハンサムクロージーです。今日はまたスターバックスです。スターバックスのね、裏メニューを飲みたいと思います。その裏メニューっていうのがね、ピンクドリンクっていうんですけど、アメリカですごい話題になってて、アメリカでしか注文できない商品なんですねでもどうしてもそのピンクドリンクが気になって気になって仕方がなかったので、レシピ調べたので、それで再現してみたいと思います。じゃあやるぞ。バルチマスカットジュース、ココナッツミルクとイチゴ、まず氷。ここまでか。こんくらいな。こんくらいでしょ。ウェルチと同じ量くらい。なんか多いかな。潰します、これを。こんな感じで。で、ちょっとソース代わりにします。ここまで潰れました。わあ、すごい感動してるよ、僕今。ということで、ピンクドリンク早速飲んでいきましょう。こんな味するんだろう。いただきます。うん、なるほど、うまい。ココナッツミルクのあの香りもするし、味も結構ちゃんとするんだけど、マスカットの香りがすごい爽やかにしてくれてる。かつイチゴのね、ほのかな甘さと酸味、今まで飲んだことない味だけど、すげえ美味しい。あの潰したイチゴがいい感じにこうストロー通ってね、口の中に入ってくるのもまた美味しい。これめっちゃうまいじゃん。イチゴさん、どうにかしてもイチゴ食べようか。普通に美味しかった、ごちそうさまでした。キューハンサムです。やっぱりもう自分で作ったっていうことで点数上がってるところありますけど、海外でしか飲めないものを再現できたっていう、この嬉しみがすごいです。ぜひ日本のスタバでも買えるようにしてくれたらと思うんですけどね。結構再現度高いと思うので、よかったら参考に作ってみてはいかがでしょうか。というわけで、以上ハンサムクロージーでした。バイバイ。